夏が終わりました、夏終了のお知らせです、ここ2ヶ月間にわたりご愛顧いただきました夏でございますが、9月の1日をもって終了という運びになりました、またお会いできる日をお楽しみにしております店主月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力。おいおいおい、十分暑いよとね、まだ28度あるよとね、蒸し暑いよと、あのサウナなんか行かないでも十分デブは汗かくだろう理事長と、改め元理事長と、それにつけてももう何十年も毎日サウナ行ってるんだって聞いちゃうと、サウナってやっぱ痩せねえんだって思うな元理事長的なね、日々ですよ。もう白露山の曲げ宮古昆布ぐらいの大きさしかねえなっていう日々ですよ。もう白露山に限って夏の話と全然もう関係ないですけど、夏はもう終わりました。みんなまだ夏だと思ってる人いたら、あの国語の最初の授業までは夏休みだから、その時にあの作文出せばいいと思ってる連中とかいると思いますけど、夏は終わってます。なぜならば、あの花丸うどんの青とお醤油うどん冷やしが終わったからです。あのね、思えばこの夏ね、まあ僕がね、あの死ぬ間際にですよ、ね、あのもう今はの際でですよ、2008年の夏っていうのはどんな夏でしたかって聞かれたら、ああ去年の夏ねっていう、そんなすぐ死んじゃうの。まあ1年持つんでいいです。で、あの2008年の夏ってどんな夏でしたかって聞かれたら、僕はね、花丸うどんの夏だったっていう、僕の中でのもう花丸うどん株がものすごい上がったんですよ。あのもう花丸マーケットがすごいもう乱高下したんです。もう花丸市場が僕の中で。ほんでというのも、それはこの夏季限定メニュー、青とお醤油うどんの登場なんですよ、ね、これね、あの花丸うどんっていうのは、あのこのすごい繁栄を続けてきたこの花丸うどんですよ。まあ今多分世界最大の、うどんチェーンだと思うんですけども、で2番目があの悪のうどんや極道うどんですよね、これはもううどんの世界の平和を乱すために毒うどん粉でうどん作ってますから、極悪うどん恐ろしい。ただもう財力と暴力とね、脅しと、それから裏社会とのつながりでどんどん今うどん界を席巻してますけど、まあ、正義のうどん、そこに、出てきた花丸うどんですけど、あの3位がスターバックスうどんですよね。マンゴーうどんフラペチーノがすごい人気なんですよね。大体俺が行った時はうどんが売り切れちゃって、マンゴーフラペチーノならありますって言われて、大体マンゴーフラペチーノね、あれ天かす自由に入れさせてくんねえの、あそういうのないんですやめたんだ的なね前からやってませんけど、うちは壁なんで言い訳すんじゃねえっておなじみのバニラクリームうどんフラペチーノっていう、うどんの間にフラペチーノ挟んだやつも、大体今うどんがねえんだ、うどんを黙って抜かれますんでね、うどん屋の、あの風上にも置けねえやつだっていつも怒ってやるんですよ。まあその花丸、そのね、青とお醤油うどん冷やしの大盛りに、温玉、温泉卵とゲソ天乗せて、まあ、調子乗ってコロッケ乗せちゃおうかな、調子に乗ってコロッケ乗せちゃおうかな、どうしようかな、乗せて半熟卵天、半熟卵、魔法だよもう半熟卵天ね、ゆで卵をもう一回天ぷらにしてるってことは、どうやったって固ゆでになるところをですよね、厨房にいるセロっぽい親父が、その単なる濃い顔のおっさんだけど、その、親父が何かするんだろうね、半熟卵天。ただ思うんだよね、こうその温玉乗せても卵1個いってんじゃん、そこに半熟卵天を乗せていいのかどうかっていう、
なんかコレステロールとかそういうので、いいかってもう調子乗って乗せちゃって、でもうでその上にあぐらかいちゃって、お尻がびっちょびちょになっちゃってすいませんもう一個作り直してください、お金払いますんでなんてね。それでさ、これがうまいんだよ、その青唐辛子のさ刻んだそのやつ、しょっぱい漬物みたいなやつ、辛いのね。でそれをこう卵がマイルドにしつつごと絡んだ、うどんに、まあ、ちょっとその天かすね、天かす入れ放題だから、天かす入れ放題なんで、あの関東近県の花丸うどんの天かすを全部入れてくれうちのだけでって言われてじゃあお前の家の在庫の2年分くれなんつって、今日のだけでなんつってじゃあ俺一さじぐらいでいいよ、それ以上はなんか天かすだらけになっちゃうからそんなには俺いらねえや、よく考えたらそんなにはいらねえやなんつって、それで食べ、これがうまくて、っていうかね、先週騒ぎ出せって話なんですけど、僕これレギュラーだと思ったんです。別に僕が花丸うどんに割とこう足しげく通うようになった、なってからはあったから、今年の夏の初めぐらいに多分このここのフリートークで話したと思うんだけど、写真撮りに行ってヘッドゲドで暑くて暑くてしょうがなくて、でもうなんか食い物やねえかなと思ったら花丸うどんがあってからのだから、そこで食ってからのだから、そのそれまでは 花丸うどんそんなに行ってなかったから、まあだからずっと俺はなんかもう花丸うどん、そして青唐醤油うどんはいつもそこにいてくれるものだとばかり思ってたんだけど、先週も2回ぐらい行ったんで、先週も2回ぐらい行って、それでその時には普通になんかのメカブトロフワ温玉みたいなやつを普通に頼んでたから、なくなってることも気づかなくて、ほんで一昨日かなんか改めて食べようかなと思ったら、ないでやんねえでやんだよこれが。だから今花丸うどんの高田の馬場店とか飯田橋店のお客様カードに復活復活復活って書いてます。これ多分僕だけの運動になってると思うんですけども、今もしアルバイトの人が見ていただいて、もうその涙で文字がにじんでたら分かってください、ね、今少しパクりましたよ、少し往年のヒット曲からパクりましたけども、30代後半から40代じゃないとまあ多分分かんないと思うんですけど、それのがあったらそれは伊集院さん直筆のやつですから、正式名称は青唐醤油うどんだよね、お醤油って書いてあったら僕です、青唐お醤油うどんって書いてたらを復活させてくださいって書いてあったら僕です。で復活した頃には多分もう飽きてると思いますからまあ復活させるかどうかは慎重にお願いしたいと思うんですけど、僕はねもうすごいその何て言うんですかね、夏も終わったなっていうね、その例えばこうセミが最近よく落ちてるでしょセミが家の前落ちてるわけですよ、それでこうそれを必ずつま先でちょっといじってみるとピリ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 ってで2歩半ぐらい前の俺のルート上に必ず、何なのあいつ最後踏んでほしいの、あのなんか2歩半の前のところに必ず行くでしょ、で2歩半行ってやだなと思って、俺がそのギリ踏むぐらいのところのステップもう踏まないよ、もうコタルしてるから、でその手前ぐらいのところ足を置くとまたピリピリピリっつって踏みやすいとこ踏みやすいとこあいつ行くじゃん、でああいうなんかこう死にかけたセミっていうのにね、夏の終わりを感じる、例えば俳句4首なんかまあ感じる人多いと思うんですけど、だ僕はもう本当に青唐醤油うどんがなくなったこと、だ僕今俳句界で夏の終わりに関して五七五なんか見ましょうかっていう話になった時にも青唐醤油うどんだ、あと2文字ぐらいしかもう2、3文字しかないから俳句なんか読めないですよね、そうなっちゃうとね、だ問題1個だけなんですよ僕ね、花丸うどんの話をするたびに、うちの近所にあるすっげえお気に入りのうどん屋、しかもここのリスナーっていうこの番組のリスナーでいつもこの時間は次の日の仕込みをしながら聞いてますっていうおっさんに不義理をしてるわけですそれで僕被害妄想だから、おっさん絶対次行ったら面伸ばしの棒で、俺を伸ばす俺を伸ばすんじゃねえかと思ったらより行けなくなるんですけど、そこはそこでまた何ていうの、カウンターの寿司屋と回転寿司っていうのは俺別の食い物だと思ってるわけ、それはもう別の食い物で別々に食いたい時があると思うんだけど、
そこの寿司屋にそうなんだよな。そこの寿司屋でそこのうどん屋にちょっと不義理しててね。また行くと、行ったら行ったらどうせお前は花丸うどんなんだろうみたいことを多分相当思われると思うんで、まあ、その辺はねちょっとね致し方ないんですけどね。あ、うどんといえばちょうどこの曲だ、ニコタッチーズザウォールズで夜の。偶然だよね、フリートークでうどんの話をしてたらうどん関連の歌ね、サビのとこのグルテン質が多いからこねこねするのに力がいるのっていうところがちょうど一緒でしたけど、最初は俺にだってプライドが、俺にだってプライドがあるからさ、花丸うどんがね、歩いててたまたまお腹が空いてます、歩いててお腹が空いててたまたまあったら入るみたいな、そこが限界だよ、チェーン店のうどん屋さんだからね、限界と思ってたんだけど、最近はなんかこう打ち合わせどこでしますかみたいな時には、まあ花丸うどんのある地区でやることに大体してます。で、仕事のついでに歩いてみて、おっ、あんじゃない花丸うどんっていう、だから飯田橋界隈の打ち合わせがものすごい増えてますよね。あと、あのホリプロのある目黒にも花丸うどんがあるんですけど、あれも増えてますね。ホリプロなんか別に、あのここ10年間ぐらい行きたくもないとこベスト1位だったんですけど、ホリプロの本社なんか花丸うどんがあるおかげで、ホリプロ界隈うろうろしちゃいますもんね。あの神さんに、あの今日ちょっと、あのどっか行こうかなんて話して、なんか途中で昼飯なんか食えたらいいんじゃねえかなんつって、あのちょっとホリプロに一回顔出してからって言って、で神さんにホリプロ連れてってもらって、ちょっとホリプロ顔出して、でそのまま、おこんなとこに花丸うどんがつって、神さんにもう小芝居をするなって、最初から花丸うどんに行けっていう言われるぐらいだから、下手すら歌舞伎町なんて、夜中の歌舞伎町なんて怖くてまず近づかなかったけど、歌舞伎町店が24時間なんだよね、花丸うどんね。でうろうろしちゃってね、チャイニーズマフィアに殺されたりしてますけど、それはそれで刺されて未消化のうどんを歌舞伎町の路地にぶちまけてね、売春婦にそれを踏みこたねられたりしてますけども、いい終わり方です。それはそれで、それはそれでね、花丸うどんのために捧げた一生だと思えば、それでいいですよ。ボン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 、次行こう。月曜ジャンク、一瞬光るカル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 ネブッ、あのね、ゲラゲラネブッですぞー、ベラベラベラ、で、むしろ体脂肪率 100% を目指してますから、で、わかんだけど、そうするとネブッ、やめろよー、ネブッです。